日本神奈川県横浜市保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町瀬戸家谷町は神奈川県横浜市保土ヶ谷区の町名住居表示は未施行で町名は設けられていない郵便番号は240-0024面積は0.2416平方キロメートルである保土ヶ谷区の南東部に位置し東西に2.3キロメートル南北に最大1.8キロメートルの横長の町域を持つ 1990年に開通した首都高速神奈川3号刈場線が東西に走り、町は南北に分かれている。北東端の歩道が谷橋交差点から西に入ったところは、歩道が谷宿の観楽地であった。今井川を渡る八幡橋の先には、八幡神社があり、今井川沿いに西に行くと、羽田の漁民の信仰を集め、羽田港を行う外川神社がある。 ほどが谷宿旧本人の南側の台地には、全長40.9メートルの前方公園墳の瀬戸家国古墳があったが、宅地開発で姿を消した。首都高速を渡り町の南北をつなぐ橋は幅を広く、取り、一部が小公園となっている。町の南西部には、横浜市立瀬戸家国小学校がある。1940年11月1日、ほどが屋町あざ瀬戸家に。 瀬戸桁に東側、瀬戸桁に入り口及び岩間上町や座西浦町、他から瀬戸家国を新設設置。地名研究では、瀬戸は京都頃あるいは京都、すなわち野都の地形を意味すると考えられる。1962年から1970年頃より大規模な宅地開発が行われた。1981年には一部が、 南区長田北に編入される。2018年2月28日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。